テクテクネバールくん。今日はネバールくんが聞いた怖い話を紹介するネバー。これはある高校生が体験したお話ネバー。その高校生が自宅で勉強をしていた時のことだったネバー。高校生が机に向かっていると何やら背後から視線を感じたネバー。誰もいないはずなのに、どうしても背後が気になった高校生。ふと振り返ると、背後の側面にある本棚の隙間から、小学生ぐらいの男の子がじーっとこっちを見つめていたネバー。高校生の家には、小学生の子供などいなかったネバー。しかし、知らない間に、近所の子供が来たのかと思い、再び振り返ったネバー。すると、そこには子供の姿はもうなかったネバー。高校生が冷静になり、本棚を見てみると、あることに気がついたネバー。子供がすっぽり入っていた本棚と本棚の隙間。それは5ミリぐらいしかなかったネバーよ。この方向から視線を感じることがあったら、それはこの世のものではないかもしれないネバね。お風呂で頭を洗ってる時も気をつけた方がいいかもしれないネバよ。ネバネバ TV を見てくれてありがとうネバー。チャンネル登録してネバね。グッドボタン、ベルボタンも押してねばよ。イベントやグッズ、アプリの情報はホームページにあるねばよ。